今度あんた見たるわって言われて、はい、あんたな、なるわ、え？どうも、島田秀平です。始まりました、島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ今回も大阪から来てくださいましたネオホラーラジオよりコウタさんです。お願いいたします。お願いします。お願いいたします。ありがとうございます。いつもワッターさんとお二人でね、はい、こうラジオ感覚というか、はい、おしゃべりのみでねやられてるんですが、はい、今回はコウタさんのみ来ていただいたということで、はい、本当に大阪からありがとうございます。こちらこそ呼んでいただいてありがとうございます。皆さんですね、ネオホラーラジオさん、まあ、本当にオカルト全般いろいろ扱っていて、はい、中でもね事件、未解決事件のね見解なんかも、はい、本当にこうなんか独特というか、そういう切り口なんだとかっていうね、はい、その辺も大人気ですよね。そうですね、ありがたいことに大変再生されてるというか、まあ、再生していただいて見ていただいてます。なんかそのオカルト関係でも怪談も都市伝説もそういった事件系もやられてますが、はい、高田さん自身は何系が一番お好きなんですか？そうですね、なんかこう系統がこれっていうのじゃなく、やっぱなんかどっか怖いなって自分が思うゾクッとする感覚が好きだったり、まあ、それは別に幽霊に限らずですよね。そうですね、人の怖さもあるし、はい、なんでこんなことしたのとか、はい、こういうことになるのとかっていう、はい、あ、その俗を大事にされてるわけですね。あ、それは結構あるかもしれないですね。ってなりますとね、今回は、はい、じゃあどんなゾクッとしたお話、はい、聞かせていただけるんでしょうか？まあ、今回も視聴者さんからいただいた情報になるんですけど、はい、まず始まりがツイッターの DM だったんですけども、ツイッターの方にチャンネルのネオホララジオというアカウントがありまして、そのアカウントの方に、視聴者さんから DM をいただいた、うん、そこに書いてある内容が少し変わってまして、普段は体験談とかが多いんですが、コウタさんに行ってほしいお店がありますっていう内容だったんです、はい、お店、はい、で、どういうお店だろうと思ってその下読んでいくと、60代70代くらいのおばちゃんがお一人でされてる個人経営の居酒屋だと、うん、で、まあ、こじんまりとしたお店で、場所は大阪にあるっていうんですよ、うん、で僕も大阪住んでまして、でお店も大阪で、この情報をお送りいただいている方も大阪にお住まいの方だと。で、まあ、それだけ見たらただの個人経営の大阪にある居酒屋になっちゃうんですけど、うん、なんでそんなに行ってほしいかっていうと、そのおばちゃんが、すごい霊視ができると。で、その霊視がもうすごすぎて、うん、もうその人の過去とか未来とか含め悩みだったりそういうのを全てこう見通せるんだって言うんですよ。で、僕がなかなか霊感がないだとかそういう話もしてたんで、うん、そういう人と会える機会なんで行ってみてくださいっていうような内容だったんです、はい、で場所とか書いてあったんで調べてみたんですよ、うん、ネットで。そしたら出てこないんですよ。ほう、あれと思って、でまた詳しく聞いたんですよ。でちゃんと店名も聞いて、で調べるんですけど出てこないんですよ。はい、えと思って、行ったことありますかって聞いたんですよ。そしたらその方も行ったことはないと噂で、はい、はい、で、え、行ったことないのになんで知ってるんですかって聞くと、うん、その情報の投稿者さんが、友人から紹介してもらったと。なるほど、はい、で友人からちょっと行ってみてよと、もうほんとすごいからと、そこのおばちゃんがもうほんとすごくて霊視があって、うん、で行ってみてよ行ってみてよって言われるんですけど、その投稿者さんは主婦の方で、うん、まあ、お子さんがいて旦那さんがいてってな状況で、一人でその個人経営の居酒屋に入っていくみたいな、なかなか難しいと、うん、なので代わりに行ってくれませんかっていう連絡が来たんですよで、なんか気にはなるけど、ええ、自分もこう一人でなかなか行きづらいなっていうのもあって、うん、ちょっとこうなったらちょっと道連れというか、よかったら、じゃよかったら一緒に行きませんかって返したんですよ、その投稿者の方と、はい、はいはいはい、まあ、なかなかないんですけど、うんうん、それを言ってみたら、はい、え、いいんですかぐらいの感じで返ってきて、うん、あ、もう本当にじゃあ行きましょうってなって、で行きましょう行きましょうってなったんですけど、ちょっと悩みがないと2人とも、はい、っていうのもそのなるほど、はい、過去に起きたこととか未来のことを見てくれるけど、まあ、その悩みであったり見通せるって話だけど、僕もその投稿者さんも
悩みがないってなったんですよ。でどうしようってなって、なんかないですかって、僕も全然本当になくて統合者さんに何かないですかって聞くと、まあ、過去にはいろいろあったと、うん、その旦那さんがすごい借金があったとか、なんかその元彼がめちゃくちゃ宗教にはまってしまって、はい、でこうなんか辛いこととかなんかいろいろあると、うん、なんかよくわからん呪文みたいなのを唱え出したりしたと。でそれがあって別れたりとか、うん、そういうのがあったんだけど、もうその今に引きずるようなことがない、その旦那さんの借金返したし、はいはいはい、元彼とも別れたから、そういうのがないんですってなって、でどうしますってなったんですけど、なんか逆にちょっとでもこの状況の方が面白いかなって思う部分もあったんですよ、うん、っていうのもその何でも悩みやったり何やりを全部見通せるって人の前に何にもない人が立った時に何を見るんだろうって、はい、でそれが気になって、うん、じゃあもうこのまま何もない状態でいきましょうよっていうのでこう意気投合して、はい、ああそうしましょうってなって、逆にその今日からお店行くまでの間に変な悩み作らんといてくださいねみたいな感じで悩みをね、はい、はい、でじゃあ行きましょうってなって日を決め、うん、でお店に向かったんです、うん、でいざお店の前まで着いて、あここですって、本当に店は実在したんです。あったんですね、はい、一切情報出てないのにね、はいはい、っていうのは地元にあるお店なんで、まあ、一応場所は知ってたと、うん、でここですって言われたんですけど、見ると本当にえここっていうようなお店で、もうその看板が出てるわけでもなく、なんかそののれんがあってそこに店名がバンって書いてるとかそういうのも全くなくて、うん、本当に何も知らないでパッて見るとなんかすっごい玄関が明るい家って感じなんですよ。一軒家みたいな感じ、ちょっと古めの一軒家でも玄関が明るいっていうぐらいの、はいはい、普通にやっぱお店とは思いませんよね、はいはい、でお店と言われればお店に見えなくもないぐらいの、なんかちょうど中間ぐらいの感じで、ただなんかここに今から入っていくんだと思ってちょっと怖いというか緊張感があるはい、はい、でなんか店の、まあ、一応ジャラジャラしたやつはまあかかっててちょっとこうくぐるようなやつね、はいはい、のれんではないけどもっていう、はい、まあ、それだけが唯一お店感を出してるっていうのが看板もないですもんね、はいはい、で大丈夫かなと思ったんですけど、もう来ちゃったんで入るしかないということで、うん、店ガラガラって開けると、本当にこじんまりとした内装、うん、カウンターが6席しかなくて、でカウンターの向こう側にはその6、70代のおばちゃんがいる、うん、でそのカウンター6席が3席埋まってたんです。へえ。でおそらくまあ常連の方なんですけど、はあはあ、3席埋まってて、で僕らが入って統合者さんが「あの予約してた○○です」ってこう名乗ったら「ああんたか」みたいな「あここここ」みたいな「早座って」みたいな、そんな入り口立ってないで早座ってみたいな、もう、こうザ大阪のおばちゃんみたいな感じの、うん、もうすっごいハキハキした感じで、なんかちょっと怖いぐらいの感じで「もうここここ早座って」みたいなんで。言われたんで、あはいって言って、まあ、座ったと、うん、でパーって見てみるとメニューがないんですよ。えでえってなって、なんかちょっと怖いなって思ってなんかすごい金額請求されても困るなとかいろいろあったんですけど、メニューなくって、うん、ただその先にいた先客の3名が普通に飲み食いしてるんで、うん、どうするんだろうと思ってたら、そのタイミングで飲み物はって聞かれたんですよ。で僕がなんかもうビールのサーバーがあるのが見えたんで、うんうん、あじゃあとりあえず自分ビールでって言って、で投稿者さんが、あのコーラありますかって言ったら、コーラなんてないと、はい、で飲みたかったら店出てそこにある自動販売機で買ってこい。あいいですね。はい、でえそんなんあると思ってでえと思ってたら、投稿者さんがあじゃあ行ってきますって言ってバーって行ったんですよ。はい、一人にしんといてと思って一人にしないでって思いながら、なんかこうあんまり店にも馴染めず、うん、こうちょっとぼーっと待ってるというか、でこう備え付けのテレビがあったのでそれを見たりしながらちょっと過ごしてて、うん、そしたら名前はって聞かれて、ああのコータって言いますみたいな、なんてみたいな感じのもうすごいちょっと強気なおばちゃんで、はい、であすいませんあのコータって言いますみたいな、えみたいな繰り返して、でなんかもうめっちゃピリついた感じもあったんで、うん、どうしようと思ってたら、そのタイミングでまた視聴者さん帰ってきて、はい、あのコーラ350の缶じゃなく500のロング缶ありましたみたいな、いいそういうお得みたいなちょっとお得でしたとか今別にいいからみたいな早く帰ってきたよっていうね、はい、もうこの謎の緊張感で耐えられへんかったのに、うん、なんか柔らかい感じで帰ってきたんで、はい、と思いつつ、でそうこうしてると
そのもうおばちゃんはその常連客の3名のお客さんとずっと喋ってるんですよ、うん、でなので僕もその投稿者さんも2人でまあだこうだちょっと喋ってる、うんまあ、初めてお会いしたんで雑談交じりのなんかいろいろ話してるって感じだったんですけど、その状況でそのおばちゃんがその投稿者さんに、ちょっと待っててなって言ったんですよ、うん、で投稿者さんもあはいって答え出るんで、あれって思って、えなんすかって聞いたら、多分ですけど、その予約の時に、予約をして電話でしたんですけど、その際に霊視ができるんですかっていうのを聞いたと。あ電話で、はい、はい、で、あ何やしてもらいたいんかって言われたんで、あはいちょっとお店行った際にちょっと霊視してほしいんですけどっていう話を事前にしてたから、うん、おそらくそれでちょっと待っててなって言われたんだと思います。あはいはいはい、はい、あなるほどってなって、で、まあ、待ってたんですけど、うん、そしたら徳さんがその霊視できますかって聞いた時に、おばちゃんの返しが霊視できるかどうかは551だって言うって言うんですよ。551な、はい、はい、でえってなって、これの意味分かりますかって言われて、いや551って何やってなって、で2人で551とは何や、霊視できるかは551えってなって考えてもいろいろ話し合った結果、おそらくこれだろうっていうのが分かって、それがちょっとすいません、関西人しか伝わらないかもしれないんですけど、おそらく霊視できる時がある時とない時があるっていう、551のなんかアイスキャンディーの CM があるんですね、関西に流れてる。あ551っていうアイスキャンディーがあるんですね。あそうです、蓬莱、はい、の豚まんで有名な、ああはい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 、はい、あそこのアイスキャンディーがあって、それの CM である時ない時みたいなのがあって、なので霊視できる時ができる時とできない時があるって意味で、ある時ない時っていう意味で551をって言ってたんじゃないかってなって、はい、もうそれだってなって、うん、なんかもうすっきりして、なんかオバジョークって思って二人でキャッキャってしてたんですよ、はい、でわーってなんかそれですねって言ってたら、そのおばちゃんがこうパーって来て、じゃあそろそろ行こうかって急に言ったんですよ。ほうでなんかああ急来た来た来たってなって、すごいですね、はいはいはい、はい、で視聴者さんが、視聴者さんに言われてたんで、投稿者さんが、あじゃあお願いしますって言ったら、おばちゃんが、あんた一人子供流してるやろんって言ったんですよ。え、もし今早口だったんですか。あんた一人子供流してるやろはあって急に出したんですよ。でえってなって、で投稿者さんを見ると、はいって答えてるんですね。で、あんたその子の供養とか先祖の供養とか何もしてないやろって言うんですよ。で、はいって東郷さん答えてる。で、あんた一人息子おるやろって言ったら、はいって答えて、その息子たまにあんたも何でか分からんような、何言ってるか分からんような、よく分からんこと口にするやろ、はいって言うんですよ。そういうあんたの周りで起きてる変なこと全部、もうこの嫌なこととかちょっとした問題とか、そういうの全部その生まれてこれなかった子が起こしてるわって言うんですね。へえ、ね、なんかもう急に始まったんで、なんかちょっと店内もピリッとした声、はいはいはい、でえってなるんですけど、もう視聴者さんははいってもうなずくしかない、うん、で一言、そのただ最近ちゃんとしないといけないなと思ってお墓参りには行ったんですって言うと、あんた供養のこと何も分かってないと、はい、そういうのじゃないんやって言うんですね。私がこれからあんたに正しい供養の仕方を教えてあるから、これから毎日やれと、うん、その供養の方法っていうのが、小瓶に水を入れろと、うん、でその水の入った小瓶を白い布の上に置いて、はい、で東に向かって唱えろと、で唱える内容はこれやって言って、なんか白い折りたたまれた紙を投稿者さんに渡してる、うん、でそれを受け取って大事そうに持ってる。で夜になったらその水を下げろと、うん、で晩ご飯作る時とかにお米炊く時にその水を入れたり、お味噌汁に入れて料理として出せと。へえ、はい、でこれを毎日やれと、分かったかってなったら、投稿者さんもはいって答えてるんです。
でそっからもうずっと投稿者さんとそのおばちゃんがバーって喋ってるんです、うん、僕としてはなんかその話をこう聞いてていいのかってちょっとなってしまうというか、そうすごくね、はい、あのプライベートな問題というか、はいはい、なったので、まあ、そっからの話はあまりこう聞かないように、うん、わざわざこう聞き耳立てて聞かないようにして、はい、なんかこうちょっと一人ぼーっと備え付けのテレビを見ながら待ってたんですよ。でそのぼーっとテレビ見ながら待ってたらそのおばちゃんが今度あんた見たるわって言われて、はい、あ、はいお願いしますって言うとあんたな車椅子なるわって言われたんですよ。はい、でえ、なんでよと思って、でなんでですかって聞いたら動かなさすぎって言われたんですよ。でもそのちょっと思ったのがさっきその名前聞かれたとか言ったじゃないですか、あんた名前なんて言うんやとか、はいはいはい、その時にあの仕事何してんねやって聞かれてたんですよ、うん、で僕が仕事その IT 系の仕事してますとかそういうなんか YouTube やってますとかなんかそういう細かいことなんか言うのちょっと嫌やなと思って、うん、あのパソコン作業で細々とぐらいの感じで答えてたんですよ。なんかそれがあったから、あ、まあね、デスクワークだから、はい、そこからね言ってんじゃないかと思いますよね、はい、でそこからすごい飛躍させて、うん、車椅子なるよ、なんかこっちとしてもえなんか事故に遭うとかじゃないんやってなって、うん、車椅子ってなってで動かなさすぎって、で気をつけやって言われて、はいってなって、であとはってなると両親があんたのことを心配してるって言われたんですよ。なんか普通っちゃ普通、まあ親はね子供のことを心配するものですからね、はい、でなんかちょっと薄い感じで、うん、でもなんかきつめのことは言われる、でそれを聞いてあはいってなって、なんか僕の時それで終わったんですよ。ほうでってなって、なんかあんな視聴者さん言われてたのに、そうですね、なんか痛みを分け合えへんみたいな感じで、でそれの話が終わったんでそのおばちゃんはまた常連客の元に行ってまたいろいろバーッと喋ってると、で僕と投稿者さんが残されて普通にこういろいろ喋るんですけど、うん、さっきなんか強めにわーって言われてたんで僕もなんか何喋っていいか分からないみたいな、うん、っていうのもあってなんかある程度バーッと喋った段階でじゃあそろそろお店出ましょうかって言ってそうですねってなってもうそのお店出ることにしたんです、はい、でお店出てあの今日はありがとうございましたってなって、ああ いえこちらこそってなってあのお会いできてよかったですっていう話をしてその日は解散したんです、うん、そっから1週間後ぐらいに投稿者さんから連絡が来たんですね、はい、で内容があのお伝えした方がいいと思うことがあったので連絡しました、はい、来たんですよ。ええで何ですかって聞くと、あの日私が言われてた供養の方法を覚えてますか、うんうんうん、って言うんですよ。でそれがその米に水を入れて、白い布の上に置いて東に向かって唱えろ、でその唱える内容はこれだって言って私紙を渡されてたじゃないですかと、うんうんうん、でその紙の内容が気になったので家に帰って開けて読んでみたと、うん、そこに書いてある内容が前に言ってた元彼が言う呪文みたいなのと全く一緒やったんです。怖っ、はい、っていうんですよね。でただそこまでは、まあ、なくはない話だと思ったと。っていうのもあの個人経営のお一人でされてる居酒屋でそういう、 こうちょっとまあ宗教的な団体に入られてて、そこの常連客の人とかもそこのつながりのある方が来てたとかそういうのがあっても、まあ別におかしくはないかなと。で別に元彼とつながりがあるとは思えへんと。なので、まあ、そう同じところに入信されててそれで同じ言葉を唱えろって言ってるんだと思いますと。そこまではまだ理解私はあったんですと。なので当日気づいたけど連絡はしなかった。ただ今日電話がかかってきたと。誰から？おばちゃんから、はい、お店のおばちゃんから電話がかかってきた、うん、で内容があれから毎日やってるかと。はい、やってますって答えると、あんたも勉強したやろと、私はあの供養の方法とかをもう何年もかけて勉強してきた、あんたも勉強したいやろと、だからまた店おいでって言うんですね。でそう言われた時に、まあ、すごく怖かったと、うん、それがそういう勧誘を受けてるっていうことが怖いんじゃないって言うんですよ。違うんですか？はい、っていうのが私あの日言われたことあるじゃないですかと、あれ本当に全部当たってたんですって。私に生まれてこれなかった子がいること、今息子が一人いること、その息子が変なこと言うこと、
私にお姉ちゃんがいること、そのお姉ちゃんの旦那さんがもうどうしようもないやつやってこと、もう何言われても全部当たってると。私あの店友人の紹介で行ってるんですよ。コウタさんって何でも見通せる霊視ってあると思いますかって言われたんですよね。なるほど。でその時に僕もなんかなんて言ってあげたらいいかがわからないというか、でお電話どうされたんですかっていうと、あの誘われたことに関しては考えさせてくださいって言って、あの電話を切ったと、保留という形で電話を切った。ただいまだにあのおばちゃんから電話はかかり続けてるっていう報告がありました。急展開だったな。いや本当に僕もなんかこんなことあんのみたいな。ちなみに最初その甲田さんと投稿者の方お二人でその店行ったわけですよね、はいはい、その日のお会計っていくらだったんですか。それが1600円だったんです。めっちゃ安くないですか。ビール飲んで、はい、料理なんかも食べた。食べました。メニューなかったんですけど、そのカウンターの一段上がってるとこってあるじゃないですか、そこに料理がバーッと置かれてて、あなんかこう作り置きがあってこう出してくれるっていう、はい、であの好きに取って好きに食べてって言われたんですよ。バイキング方式ぐらいで、はい、でビールも飲んで霊視もしてもらったのに1600円、はいはい、なんならこれ食べっつって、なんか大きいタッパーに細かく入った炊き込みご飯のおにぎりもらったんですよ。あんた若いからいっぱい食べるやろって言って、もうそんぐらいなんかすごいサービス良くて、でお会計見たら1600円やって、なんか間違えてないってあったんですよ。でもなんかええやんええやんみたいな感じだったんですよね。なんか今思うとそこもそうですね、はい、なんかそういうお金目当てじゃなくって本当事前事業でやってる素晴らしい方なんだなっていうふうに思わせようとしてる金額設定なんじゃないかなとか考えちゃいますよね、はい、もうやっぱ何よりそのご投稿者の方はもうズバズバもうほとんど 100% というか 100% ですよね、はい、細かいことも全部当てられた、はい、で甲田さんに対しては2つしか言わなかった。そうなんですね、しかもふわっとしたこと、はい、で僕もやっぱりいろんなこう力がある方とかにやっぱこの仕事から会ったことありますけど、正直もうそこまでピンポイントに全部言うっていう、まあ本物の方はいますよ。ただ超本物っていうかそこまで断定でピンポイントで当てる人一人もいないです。会ったことないです僕自身。だからやっぱりどこか少し懐疑的な部分もやっぱあります。だから言い換えるとそこまでもうビン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 こうピンポイントで当てるってもう無理だと思うんですよね、はい、なんかそのふわっとこういう方向性は見えるってことはいるかもしれないけど、はい、やっぱり断定的にすごい細かいことを当てられる、当てられたっていう時には何かやっぱ裏があるって思ってもいいのかもしれないですよね。うん、一人もいないです、はい、やっぱりその時はその雰囲気、お店の雰囲気もあってすごってなったんですよ。なるでしょうね、はい、でもしかするとこのお話を聞いてる方もその人本物だすごいっていう方もいらっしゃるじゃないですか。いやその口コミでどんどん広がってきそうですよね。だって僕途中までもうそんなすごいお店あるの、はい、じゃあちょっと後でこっそりそのお店教えてくださいよ、あ 俺もそこに取材じゃないけど、はい、聞きに行きたいですよって思ってましたもん途中まで。今なんか一切思ってないですよ。そうなるとその投稿者の方に紹介したお友達、はい、って方もだから全部情報を与えてて、でその方もその、まあ、ある意味その宗教じみたものの信者なんですかね。もう投稿者さんがおっしゃられてたのはやっぱり友達と宗教の話ってしないじゃないですか、はい、って言われた時にああもうなんか何とも言えん気持ちになるというか、なのでやっぱそういうことになってくるのかなというか、もう誰が何に入っててもわからないというか、うん、でなんかもっと考えるとその元々のね元彼が不思議な呪文を唱えてたみたいな話ありましたよね、はいはい、その元彼がそのやっぱお友達だから、はい、投稿者さんの、はい、なんかそこにそういうお店のことをなんか教えて、あ
でなんかその方もそれを知ってその信者になってみたいな、なんですかね、とかなんかいろいろ考えちゃいます、はいはい、し、はい、そうじゃないとしたらやっぱり偶然だとしてもやっぱりいろんな方がやっぱそこにもう、お金とか結構払ってるんですか、その元彼とかは払ってたんですか。いやそれが、ま、もうそれが始まった一気に入ったっぽくて、やっぱそれぐらいのこう衝撃的なことを当てられたんでしょうね、当てられたというふうに思ったんでしょうね、はい、ただ何が目的なんでしょうね、なんですかね、献金みたいなね、はい、お布施みたいなことでたくさんもお金をもらってるのか分かりませんけど、はい、実際その何ていうんですかね、元彼の方がおっしゃられてることとかそういうのはその何か団体というかその宗教団体は結構大きいところで、なのでそのものすごいカルト的な少人数のところのあれがたまたま今回の話に出てきたとかじゃなく、割とその投稿者の住まれてる地域がそういう方、ね、はいはいはい、まあ、結構大勢いらっしゃるようなところで、はいはい、なのでまあ地元の友達、地元の元彼、地元のお店、あ、まあ、今思うとっていうことみたいですね。いやちょっと急展開すぎて、なんかずるいわ、途中とかなんか小粋なちょっと楽しげなトークでちょっとギャグなんかも挟みながらやっぱね、関西の方だからと思って楽しく聞いてたんですけど、はい、ゾワゾワゾワってもうすっごい鳥肌立ちましたね。ああすいません、いやありがとうございましたいやすいませんじゃないんですよはい、皆さんね、いかがだったでしょうか、ネオホララジオさんですね、まあね、いろんなこうオカルト関係そして未解決の事件なども含めてですね、そもそものこう見解で、まあ、こうラジオ形式でですね、はい、まあいろんなことをまあ紹介するというね、人気チャンネルです。皆さんぜひですね、概要欄貼っておきますのでチャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。いや怖かったですね。 ありがとうございます。よかったですまたぜひお願いいたします。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。というわけでゲストはネオホラーラジオのコウタさんでした。ありがとうございました。